ル優位、アイストック、シンクストック、写真はイメージです。1日放送の、金曜、ロンドン派。テレビ朝日、ABC 系、見て、嫁の地雷踏んでますよ、分かってない旦那 GP、企画が実施された。千原ジュニア、小木ひろあき、小木やはぎ、おばたのお兄さんの3名が、既婚者男性芸能人を代表して家庭での何気ない振る舞いを告白？それらのエピソードについて、先週、熊田曜子、井上和から8名の間、またレントが、嫁の地雷を踏んでいる行動家かどうか、判定した。主婦軍団は正論言いたい放題結婚11年の小木、同3ヶ月のおばた、同2年のジュニア。それぞれ、家族のためを思って取った行動、について話すと、女性陣はことごとく全否定。子育てのことを全く考えていない、独身時代の考え方が抜けていない、などと痛烈に批判した。これに対し、男性陣は、おっしゃる通りです、とグーの音も出ない。企画の趣旨を尊重してか、口の達者なジュニアや小木も全く反論する素振りを見せなかった。さらに、いつもなら双方の激しい口論に的確なちゃちゃを入れていく有吉弘行でさえも口を、つぐみがちで、比較的当たり障りのない発言に終始する、不思議なオンエアとなった。アドズバイキオスクド、視聴者は違和感を敏感に察知女性陣の不自然なほどの攻撃的な態度。おや、男性陣の、らしくない、塩らしい態度には、違和感を覚える視聴者が少なくなかったようだ。本企画は、男女の考え方の違い、がテーマとなっており、それを最大限効果的に見せるために、女、成人が男性陣をやり込める、構図を意図的に作り出した演出であると考えて間違いないだろう。テレビ番組の作り方としては、もちろんそれが正解だ。しかし残念ながら、若干やりすぎている感は否めなかった。賢明な視聴者は、それをしっかりと嗅ぎ取っていたのである。あえて、の過剰演出。しかし、こういう考え方もある。単なる憶測に過ぎないが、ロンハーは、あえて不自然な過剰演出を、施すことで、テレビ番組のあり方を世に問うたのではないだろうか。女性陣の痛烈なダメ出しに激しく共感あるいは反発してもらえるよう視聴者を意図的に煽り、同じよ。国男性陣についても賛否を巻き起こすべく、必要以上に極端な表現をしたと考えることもできる。もちろん、中には、要するにお互いに対する想像力と思いやりが足りてないよね、と中庸的な意見を述べる人も出てくるだろう。番組側はそこまで見越して、夫婦のあり方、について家庭内で激論をこう、ましてもらいたかったのでは、と考えるのは深読みが過ぎるだろうか。テレビの可能性を信じればこその英断近年のテレビ番組は、大きく分けて、誰も、傷つけない無難な作り、か、話題性と炎上を狙った下世話な作り、に二分されている。
それ以外の、心ある、番組は、残念ながら極めて少数であると言わざるを得ない。見方によっては、今回の企画はそんなテレビ業界への挑戦状であったと受け取ることも可能なのではないだろうか。もしこの憶測通り、ロンハー、ザ、視聴者への啓蒙を考え始めたのだ。とすれば、今後の企画からも目が離せないということになってくる。当番組は、かつて数々の問題企画で世の中に鋭く切り込んでいった実績がある。もし仮にその切れ味を取り戻そうとしているのであれば、これは朗報以外の何者でもない。合わせて読みたい、鈴木奈々、妖怪好感度4位に輝きパンツ丸出しで。狂気視聴者はドン引き、調べ編集部、中西9。